山田です。今回はですね、この顎をね、短くする方法をお伝えしたいと思います。面長矯正とか やるときはですね、このエラから顎全体、顎からこう上げていくんですけど、ここを集中してね、矯正していくっていう技をなかなかないと思うんで、ぜひね、この顎が長くて気になってるあなたは、ぜひやってみてください。まずですね、まあ、2指でも3指でもいいんですけど、まあ、指の先端をこう、顎周りに当てていただいて、こう左右に揺らして、まあ、骨のね、周りの筋肉を緩めていきたいと思います。はい。ピタッと当ててね、ピタッと当てて揺らします。ピタッと当ててから。周りの筋肉を緩めるって、なんでですか？やっぱ骨を動かしやすくするために筋肉が固まってるとやっぱ骨って動きにくいんですよ、はい、なので、まあ、骨の周りね、この歯茎のあたりとかもこうほぐしていっていただきたいと思います。わあ、結構ねこれね、ピタッと当ててほぐす、痛いですね。痛いっていうことはどういうこと？深い層が凝ってるって感じ。深い層がね、はい、次はですね、矯正していくんですけど、この手のひらのこの辺りですね、この辺りを使っていただいて、こうピタッと当てます。左手は頭てっぺんを乗せます。でこれは、まあ、何に乗せるかっていうと、こう押していくので、これがないとグッと上がっていってしまうので、まあ上がらないように支えてる程度ですね。力は入ってないです。まずこうテンションっていうんですけど、ピタッと当てます。でそこからじわーって押していきます。で押すときにですね、この力がこっちに押すと全体的に短くなるんですけど、この歯茎に向かってじわーっと押していただけると顎だけが短くなります。こんな感じです。でこのとき息吸って吐いて、でじわーって押します。息吸って吐いてじわーって押します。今はこの顎先の骨から歯茎に向かって、ここを短くした感じですね。でこれが顎を短くしたいっていうことなので、ここを今やった感じになります。骨もですね、竹と同じようにこうやればやるほどだんだん柔らかくなってくるんですよ。なのでとりあえずですね、あの1週間毎日ちょっと続けていただけるとすごい効果的だと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。この動画がね、良かったなと思うあなたはグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。レンジアックのセルゲは裏切らない。